ではお願いします。はい、はい、じゃあ、競馬教室ですね、はい、今回のレースは何でしょうか。今回はジャパンカップというレースですね。ジャパンカップですね、うん、ジャパンカップとは、ジャパンカップとは、うん、東京競馬場の芝2400で争うレースで、今年は外国の馬さんが3頭も来ております。はい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 。で、ジャパンカップっていうのはまあ基本的にまあ外国の馬が来るということが、はい、まあ全、うん、まあほとんど来るんよね。そうですね。うん、去年はでも1頭でしたね。そうよね。はい、うん、で、はい、まあ東京競馬場なんで、はい、まあ有名なレースとしては、はい、ダービーとかね。そうですね。オークスとかね。はい、ダービーっていうのは3歳の、うん、馬、まあ、はい、男女混合やけど、まあ、うん、男の子が出る場合が多いよね、はい、でオークスっていうのは女の子で距離も一緒やね。そうですね、うん、で、はい、決めましたか。決めました、うん、何でしょうか。今回はコントレールを軸にします。コントレールとシャフリ、あ、シャフリヤールを4000円買って、うんうん、残り、それは今回は、はい、この前も少しね、あの予告してたんだけど、はい、その、はい、馬券の買い方、うん、買い方、はい、うん、ということを少し一緒にね、はい、勉強していこうかなと思ってるんで、はい、じゃあまずはその倍率と、はい、オッズをちょっと無視して、はい、無視して、はい、これは1着と2着は入れ替わることも考えてるんですか。一応考えてるんですけど、うんうん、そうですね、うん、はい、可能性としては、可能性としてはあり、はい、うん、で、コントレイルとシャフリアールの他には何かその、はい、2着とか1着とかに来そうな馬っていうのは考えてるんでしょうか。はい、一応、うんうん、オーソリティ、オーソリティ、はい、はい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 、来るとしたらオーソリティかなっていうところがあって、で、まあ、その他に知ってこう上げていくと、うんうん、ジャパンカップ3歳牝馬が強いそうなんですけど、今回ユーバーレーベンっていうオークスで買った馬さん、うんうん、結構外なんですね、うんうん、で、牝馬が強いっていうのがあるので、うんうん、そのうちの、うん、外国の5歳の女の子か、うん、シャドーディーバか悩んだんですけど、シャドーディーバかなっていうところに至りました。東京競馬場で結構強いレースをしているのと、うんうん、まあ、上がりも早いっていうところでシャドーディーバを選びました。じゃあまず、はい、コント、まあ、一応まあ、じゃあコントレールが1着で、はい、うん、まあ、シャフリアールが2着ということで、はい、うん、これのマイナス要因っていうのは何かありますか。マイナス要因っていうのは、うんうん、まあ、コントレールが、うん、天皇賞から中3週ですかね、うん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 、でシャフリヒャールは、うん、前走の神戸新聞杯の、うんうん、まあ、疲れがあるかどうかと、うん、その3歳世代っていうのが、うんうんうん、層が厚いので、そのあたりが、うん、それぞれのマイナス要因かなっていうのがあります。そのシャフリヒャールが3歳世代が強いということは、その、はい、マイナス要因というのはどういうマイナス要因。そうですね、うん、あ、そうか、今回3歳出てないですね、1頭しか、あ、オスはね、はい、うんうんうん、そうですね、うん、から、前走の疲れが出てないかなっていうところですね、うんうんうん、シャフリアールに関しては、うんうんうん、で神戸新聞杯っていうのは、はい、うん、そんなに疲れるレースだったんですね。あ、疲れ、うん、なんかし、うん、忘れてしまいました、うん、はい、疲れたレースなのかどうかっていうのは自分で確認せなあかんね、はい、
うん、まあ、あの確かに神戸新聞杯というのはかなり の、はい、その不良馬場で、あ、そうでした、はい、うん、で、ここから菊花賞に行った組がちょっと成績が悪かったので、うん、そう、はい、うん、だからもしかしたら、まあ、シャフリアール4着だったんで、うんうんうん、全力で走っての4着なのか、はい、その全力では走ってなかったのかっていうことは、うんうん、まあ、ちょっとよくわからないけど、はい、うん、まあ、その辺はちょっと微妙やなということね、はいはい、うん、で、まあ、それとあともう一個、何だったっけ、オーソリティ、オーソリティですね、うん、オーソリティが来るかもしれない、はい、そしてシャドウディーバ、はい、うん、が、まあ、この4頭っていうことを考えた時に、はい、今度ここでその買い方っていうのを考えるわけね、はい、うん、で、まあ、例えば馬連ってなった場合に、うん、まあ、まずコントレールとシャフリアールの馬連をいくら買うということになってくると、だいたい、うん、4倍ぐらいつくかなと考えて、うんうんうん、4000円ですね、うんうん、もうちょっと低いかもよ。そうですね、今見たら、うん、今でも 2.6 倍なので、うん、もしかしたら、うん、5000円もしくは6000円買わないと取れないかもしれない、うんうん、じゃあもし例えば、うん、多分これ5000円ぐらい買わないといけないってもしなった場合、別の方法があるんやけど、それは知ってる？別の方法、うん、例えば馬連にそのまあ1万円ぐらいの利確を出す、利確っていうのはその YouTube 聞いてる人だったら、まあ、5000円、6000円馬券買ったら1万6000円配当があったら、うんうん、まあ、1万円ぐらい利益っていうのが今回 の、うんうん、あの僕たちのルールにしてるんよね、はい、これはあの本当は自由なんやけどねでも今回はそういうふうにしてて、うん、多分そうなってくるとね、うん、あの5000円ぐらい買わないと、うん、そうですね、いけなくなってくるんよ。そうですよね。その時に買い方として、はい、同じその馬連っていうのは、うん、そのコントレールとシャフリアールの馬連っていうのはコントレール1着シャフリアール2着、はいはい、シャフリアール1着コントレール2着っていうのがあるよね、はいはい、その買い方っていうのは知ってるよね。馬単でってことですか。そう、馬単で裏表買う、うん、はいはい、馬単で裏表買ったら、はい、もしかしたら、5000円だから、例えば2000円とかずつ、2000円ずつで4000円とか、はいはいはい、そういうことが買えるんじゃないかっていうことを、その馬券オッズ、はい、わかる、はい、あの今静香ちゃんが目の前で見てるのは、はい、その単勝のオッズなんよ。あ、さっきの、うん、あ、馬連でしたね、うん、はい、でこれ馬単のオッズを見てみて、馬単のオッズ、はい、でちょっと見てみて、コントレールとシャフリアールで 5.2 倍、5.2 倍だったら3000円やね、うんうん、あ、まあ3000円ちょっと足りないけど、まあ、一応3000円、はいはい、3000円ですね。で逆は、逆は今のところ10倍ついてますね、うんうん、そうするとまあ2000円やね、はい、まあ単純に言ったら1500円でもいいけど、ね、まあ2000円、はいはい、そうすると1000円残るんよ、うんうんうん、わかるよね、うん、でどっちの方がいいと思う？同じ5000円だったら、これって簡単なことやんね。馬単ですね。そうやね。だってもしシャフリアールが1着でコントレールが2着だった場合は、その1着がコントレールの場合だったら馬連という買い方とほぼ同じ利確やね。より低い、そうですね、うん、ほとんどね、そうですね、うん、だけどこれ逆になった場合に、うん、同じ掛け金で、うん、ちょっとでも利益が高い、うん、ということは、うん、これ馬単で裏表買った方がいいね。はい、言ってること分かる？分かりました、うん、はい、で馬単、そうするとあと1000円残るじゃん。残ります。そしたらどうする？そしたら
中間人気あたりを2頭ぐらい入れるか、うん、どっちから、え、どっちから1着か2着かってことですか、うん、コントレールから2頭流すの、それともシャフリアールはもう流さないの。あ、なるほど。あ、両方買えるってことですね、うん、500円ずつだったら、うん、なるほど、うん、そっちの方が当たる確率は、うん、まあ、もちろんそのオッズがね、はい、うんうんうん、まあでも多分中間ぐらい行くとどうやろうね、まあ、例えばコントレールと、うん、どれ、生まれシャドウディーバーだったら、だったらいくら、21コントレールとシャドウディーバー21、50倍、そしたらまあ2万5000円ね、500円やったら、うんうんうん、でもさっきシャフリアール、違う、オーソリティ出てたよ、オーソリティ出ました。じゃあ例えばコントレールとオーソリティの馬単ていくら、27、6.5倍、1000円しか残ってないね、はい、あかんね、そうなんですよ、うん、そうするとこれはもうちょっとこのルールでは諦めながらね、諦めない、オーソリティは諦める、うん、という、そうするとまあシャドウディーバと、うん、コントレール、うん、それとシャドウディーバとシャフリアール、シャフリアール、はい、もしくはコントレールとシャドウディーバ、うん、もう一頭言ってなかった、他には言ってなかったっけ、そうですね、うんうんうん、だからまあさっきの買い方やね、はい、コントレールとシャドウディーバ、はい、シャフリアールとシャドウディーバ、この、1,2,3,4 種類の馬タンを買うという買い方ね、はい、これが一つ、はい、もう一ついきましょ う、 ほう、コントレールとシャフリアールは両方とも3着以内に来ると思ってるんやね、そうですね、うん、ということは3連複、うんうんうん、わかりますね、はい、3連複でじゃあ、うん、コントレールとシャフリアールと、うんうん、オーソリティの3連複のオッズはいくらですか、コントレールと247、うん、247、5.4 倍です。 5.4 倍ということは3000円で1万5000円になりますね。この3連複を使うと、はい、一つ使う、だいぶ買えます ね、 そうですね、だって一番多分倍率が、はい、うん、まあ、低いのが3000円やから、うんうん、あと3000円残ってるっていうことやから、はい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 、1000円で3種類買うこともできるし、うん、なるほど、1000円を1種類にしてあと残り2000円やから500円を4種類とかもできるし、うんうん、そうすると広く買える、うんうん、その代わり倍率はいいんやけど、はいはいはい、コントレールとシャフリアールのどっちかが4着以下やったら外れて馬単にしときゃよかったっていう風になるんよ、はいはいはい、うん、でここで、うん、安全策を考えた時に、うん、さっきの馬単だから馬単の方が安全なんよね、はい、そうですね、2着以内を決めればいいから、わ、はい、かるよね、はい、そしてそこで今までの収支を考えます、ここで、はいはい、うん、今までプラス出てるんで、はい、であと5レース G1 はあるんですね、うん、そうするとまあ負ける可能性があるのが競馬なんで、うん、はい、やっぱり勝っときたいよね、そうですね、うん、ちょっとプラスにしときたい、うん、っていうのはあとの4レースっていうね、これジャパンカップが終わってからは有馬記念とあとの3試合はその3歳のレースね、うん、2歳、あ、2歳のね、2歳ので2歳は分かんないよねこれ、はい、うん、そうするとどうしてもそのこのジャパンカップとその有馬記念は勝っておきたいと、うん、はいはい、で特にこのジャパンカップは勝っておきたいと、勝ちたいですね、でそうするとその3連複でその手広く買うと少し危険度が高くなるんで、さっきもう、まあ、今回このコントレールとシャフリアールっていうのは強いんで、あ、ただこれね、これは知っといてね、はい、2強の時はどっちかが飛ぶ、はいはいはい、
三強の時は、うん、その三頭で一二着が決まるっていうふうに言われてる、はいはい、これ何でかっていうと、はい、二強の時はそのコントレールとシャフリアールがこう、うん、牽制し合って、はいはい、うん、まあ、潰し合いということをするんよ ね枠も近いんで、はいはい、うん、そうするとそのまあ、後ろからピュッと結果的には後ろから来た、はいはい、ね、それでまあ500円ずつそのシャドウディーバーが来るという、はいはい、だけどまあどうなんやろね、そのコントレールとシャフリアールがまあそこまでその潰し合いをするのかどうか、はい、うん、まあ機種の性格とかもあるんで、そうですね、まあ福永さんと川田さんだから、はい、うーん、まあどうかなと、うん、どう思う？そうですね、うん、まあやっぱり、うん、福永さんはコントレール最後なので、うんうん、勝たせてあげたいと思うので、うんうん、もう周りとかは気にせずにコントレールにだけ集中すると思うんですね、うん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 、と川田さんは、うん、今あのブリーダーズカップ買ってから乗ってるので、うんうん、ここで、うん、こう潰し合いになることはないんじゃないかなっていう、うん、でどっちも差し馬なんでね、はい、うん、だからまあ、うん、まあそのあたりはまあまあ分かんないことは分かんないんでね、うん、でもまあ確率的にはコントレール1着かシャフリアール2着、はい、まあ、思いのほかやっぱり3歳で、うん、世代が強くって、はい、シャフリアールが1着か、うん、コントレールが2着かということになるんで、うんうん、まあ馬単で、はい、うん、さっきみたいに買う、はい、その裏表で買って、うん、でそこまではいいと思うんやけど、はい、もう一頭だよね、はいはい、そのシャドウディーバーというものが、はい、本当にそれでいいのかどうか、はい、うん、ということは考えないといけないやろうね、うんうんうん、でシャドウディーバーっていうのは、うんうん、根拠はこれ2着に来ないかんねんからね、そうなんですよね、めちゃめちゃ悩んだんですよ、うんうん、そのさっき聞いてると、はい、もうこれこのまま最後まで行くからね、はい、今日ね、うん、牝馬だからっていうのが、はいはい、こう理由が言ってやんか、あ、はいはいはい、それでは弱いわ、そうですね、根拠が、はい、うん、まだもう少し理由がいるわ、あ、まあ、東京のレース見てたら、うん、東京のレース、うん、まあ、東京競馬場っていうこと、はい、そうです、うん、ただその東京競馬場が強いからといって、うん、その相手がそうなんですね、どうなのか、はい、まあ例えばその今回は G1 っていうね、はい、G1、G2、G3 ってあって、うんうんうん、まあオープンとか、はい、そのあるんやけど、そのどのレースで勝ってるのか、ね、っていうのがあるんで、はい、うん、それに関してはどう？それに関して、まあ、前走がその府中牝馬ステークスっていう、うん、これ牝馬って3頭いるの？そうです、3頭です、うん、まあ、もし牝馬を選ぶんだったら、うん、この3頭を、うん、多分決めるときね、はい、エネルギー切れてるわ、そうですね、ガス欠になってるわ、だいぶガス欠になってました、3頭の牝馬の中からもし1頭を選ぶんだったら、はいはい、うん、この3頭でまたもう一回ちょっと頭を その2着になる馬、はいはい、考え直さないといけないですね、うん、まあ言うたらこの3頭で競争した時に、はい、ということやね、そうですね、うん、どれだと思う、ユーバレーベンとシャドウディーバとグランドグローリー、これ普通やったら、はい、コントレールとシャフリアールを選んでるんやったら、うんうん、ユーバーレーベンを選びそうなんやけど、ね、はい、これシャドウディーバーを選んだ理由って何なの、理由で、そうですね、中間人気だからっていうこと、最終的には前走で選んだのか、うん、上がりも早くて、うん、1着になってるっていうので選んだんですけど、うんうんうん、
33秒1で上がり最速やから、ね、はい、ただまあ距離がどうかなっていうところで、うん、みんなこう不安要素がありますね、うん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 、一番最初はやっぱり外国馬で、うん、今までで一番軽い筋量で走れるんで、うんうん、めっちゃ軽いと思ってわーって行くかなとかも思ったんですけど、うんうん、外国のその馬場と日本の馬場の違いっていうのは知ってんの、うんうんうん、向こうの方が、うん、まあ、馬場が重たいというか、うんうんうん、走りにくいところを走っていくですかね、うん、か上がりとかも違う、ね、それはちょっと違う、うん、あの走りにくいから例えば日本の競馬場は走りやすいっていうふうにもしかして思ってる、うんうんうん、あ、それは思ってないです、うん、あの重い馬場で強いから日本では弱いっていうふうに考えてる、はい、あ、いやもうただ、うんうん、データ的に海外勢が来てないから、うん、まあ、うん、走りが違うのかなっていうので、何の走りが違うの？ああ、うん、あの外国馬が来てないというのの確率論なの？確、そうですね、うん、それはあかんね、そうですね、そこまでは分からなくて、うん、ただあのラブズオンリーユーを買ったから、うん、海外が負けるっていうのも、うん、根拠に乏しいなって思ったり、うん、確率的に、うん、海外馬が来ないっていうのは根拠乏しいなっていうのを葛藤しながら考えてました、うんうんうん、じゃあまず一番そのユーバーレーベンをそのいとも簡単に外してるんやけど、うん、はい、それを外した根拠っていうのは何なの？いや、もう本当に、うん、もう最後の最後にここあと見て、うん、ちょっと外すぎるかなっていう、あ、枠？はい、あ、そうなんや。そうなんですよ。じゃあユーバーレーベンは、はい、うん、内枠が好きなの？外枠が好きなの？前その、うん、多分オークスとかだったら外目ですよね、うん、9ゲート18というの9ゲートなんで、うん、ちょっと外ぐらい、うん、まあ有馬記念じゃないわ、ジャパンカップはもちろん内枠が有利なんやけど、はいはい、外枠でもあのデータの中にさ、はいはい、あの何番枠が何パーセントの連帯率とかいうのがあるでしょう、はいはいはい、ありますね、うん、で、ね、外も来てることは来てるんよ、ちゃんと、はいはいはい、うん、そうですよね、うん、まあ枠で、うん、そのまあ、内枠で1、2着が決まるっていうのも、うん、これはまあ、 あの立派な根拠なんやけど、うんうん、そうすると、はい、シャドウディーバとユーバーレーンは、うん、あの馬番が近いよね。近いんですよ。そうなんです。でどっちやろうと思って、まあ、ちょっとでも近い方が、うん、得なのかなって思って、うん、あのね、僕がさっきからあのこだわってるのは、はい、その強い馬に関しての、うん、その分析は非常に得意なんやけど、はい、そのまあ言うたら1番人気、まあ、2強の時は2番人気まで、うん、3強の時は3番人気まで、うん、これすごく強い。これなんでかっていうと、多分僕が思うに情報が多いからやと思うね、はい、そうなんですよ。言ってること分かる、はい、あのねこう、もし細かい情報を知りたいんだったら、うん、ユーバーレーベンで検索していくんよ。はいはい、言ってること分かる、はい、そのこのレースのその記事じゃなくて、ユーバーレーベンとかシャドウディーバで検索していって、うんうん、分かるよね。分かります。うん、そういうその情報の集め方をしないと、うん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 、その情報が薄いところが、はい、その曖昧なままで決めてしまうと、はい、せっかくのその高配当が、はいはい、だから多分静香ちゃんが、うん、あんまり高配当が当たらないのは、はい、その高配当の情報収集が弱いからやと思うね。そうですね。だから今回は、うん、まあどっちにしろその中、まあ中和な言うたってユーバーレーベンは4番人気か5番人気4番人気ぐらいです。
今は違うんですけど、うん、予想まだ馬券が発売されてない時の予想では4番人気ですね、うんうんうん、でまあそれだと、まあ、例えばコントレールとユーバーレーベンの馬探偵いくらなの？今ね、今ユーバーレーベン結構、うん、オッズが低いんですよ、うん、ユーバーレーベンが今6番人気になってて、うん、馬タン、コントレール1着、はい、ユーバーレーベン2着、14、うん、19.6倍、結構あるやねえ、ね、あのシャフリヤールとユーバーレーベンやったらもっとあるわけやろ。はい、うん、19.6 倍ということは、まあ、まあ例えばシャフリヤールとユーバーレーベンは諦めて、うん、コントレールとユーバーレーベンだけを1個買うという選択肢にするか、あと買い方っていうのはこだわってコントレールとシャフリヤールとユーバーレーベンの3連複というのを、1000円だけ買うとか、はいはいはい、うん、裏表プラス三連複を1000円分、そう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 、そういうふうにするとか、その辺はその最終的にはまあ倍率なんやけど、うんうん、はい、ね、あんまり早くに倍率を考えたらあかんのよ、うん、純粋に1着2着3着を考えて、はい、ああこの買い方ではダメだ、うん、なんか買い方ないかなっていうことで、うんうんうん、その買い方にもこだわる、はい、だけどその先にこう、うんうん、オッズを考えてしまうと、はい、どうしてもね、うん、ユーバーレーベンからシャドウディーバに行きがちなんよ、遠ざかってしまいますね、うん、はい、だからオッズっていうのはやっぱり最後に考えないといけなくって、うんうんうん、純粋にユーバーレーベンとシャドウディーバのどっちが強いんやっていうのはやっぱりしつこく考えないからね、はい、言ってることわかる、はい、うん、わかるかな、はい、うん、シャドウディーバって何歳？5歳です、うん、ユーバーレーベンは何歳？3歳です、うん、これあのシャドウディーバがダメじゃなくって、はい、シャドウディーバを抜くには大分の根拠がいるよ。そうですね、言ってることわかる。ユーバーレーベンを抜くには、うん、シャドウディーバを抜く、ああのユーバーレーベンを抜くにはね、はい、そうですね、というか、まあ、シャドウディーバを入れるには、あ、はい、あそういうこと、あ、うん、だから静香ちゃんがシャドウディーバを入れてる根拠が弱い、はいはい、そんだけ弱い根拠やったら、うん、情報がまあ集まらなかったとするやん、うん、それとか決めれなかったとするやん、うんうん、そしたらユーバーレーベン入れなあかんわ、はい、言ってることわかる、はい、あのシャドウディーバがユーバーレーベンよりも勝つっていう根拠が出てこなければ、はい、ユーバーレーベンをユーバーレーベンにしないと、はい、負ける可能性が高い。そういうこと、はい、そういうこと。うわ、これコツやね、はい、言ってることわかる、はい、だからあのまだ時間あるんで、はい、あのシャドウディーバでいいかもしれないよもしかしたらめっちゃ強くなってるかもしれない、うんうん、シャドウディーバがユーバーレーベンよりも強いという、はい、うん、だからまあ簡単に言ったらそのマイナス要因を探すんやね、はい、シャドウディーバのマイナス要因、うん、ユーバーレーベンのマイナス要因、まあ、外国馬はまあもうちょっとじゃあ難しすぎるからちょっと置いとい、はい、もう抜いて、はい、うん、もうシャドウディーバかユーバーレーベンかと、はい、で最近よくやってるねマイナス要素競争やね、うんうん、それでマイナスの大きい方を外す、うん、外す、はい、ね、うん、うん、僕から考えたらそうなんです。どう考えてもユーバーレーベン、どう、あのどう考えてもユーバーレーベンやけどね、私もどう考えてもユーバーレーベンなんですけど、うん、きっとまたなんかこう、うん、エネルギー切れですね、うん、多分シャドウディーバーってなってくると、うん、そうやね、ハーツクライサンクっていうのが、はい、その遅咲きなんで、はい、まあそれでっていうそのいい面というのは、うん、 それとかあの府中牝馬で一着、はい、
で上がり最速言うたって、うん、あのね上がりっていうのはね、うんうん、直線コースで何もその喧嘩せずに、うんうんうん、よーいどんで走った上がり最速は意味ないやで。強い相手で上がり最速出せるかどうかや、うんうんうん、っていうのはマークされると、はい、なかなか上がり最速出せないわけよ。なんかコントレール、うん、アーモンドアイ、グランアレグリアで走って上がり最速でやっとすごい強いんだっていう。だからデータだけじゃなくて常にその想像せないからよね、はい、だってこれ済んだレースなんやったら、はい、これ画像あの動画見た？シャドウディーバの。いや見てないですね。いやいやいや。違いました。グランドグローリーは見ました。いや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 、あの。なんで、もう多分そこら辺でもエネルギー切れてる。言ってることわかる。はい、うん。ね。だからまあまだ時間あるんで、はい、そのあそうか自分はそのエネルギーが切れてしまう。はい、だからエネルギー切れそうやったら一回休んで、はい、その馬を絞って。うん、仕切り直しっていうことをしないと多分静香ちゃんは、はい、毎回多分またコントレールと、はい、あのシャフリアルに戻ってしまうんじゃないかと。そうなんです。検索してもコントレールにしか行くつかなくて、うん、いやいや違うねっていう。静香ちゃんさ、はい、コントレールとシャフリアルってさ、はい、そない情報集めなくてよくない？そうなんですよ。私が見たいのはこの情報じゃないと思いながら、そうでしょ？またこっちに戻ってました。でも結局はそのまたコントレールとかシャフリアールをこう読んでしまうんよね。そうなんですよね。その記事をね、はい、いやそれって時間の無駄やで。無駄ですね。これ昨日だいぶ繰り返しました。わかるよね、はい、だってそもそも生まれんで買うって決めてたわけやから、はい、でもコントレールとシャフリアールを生まれんで買うってある程度決めてたら、はい、もうコントレールとシャフリアールの情報いらない。いらないんです。そうなんです、ね、だから時間がなぜかなくなってしまうのは、うんうん、そこに時間を使ってるからなんだろうって思うんで、うん、はい、うん、あの今から考えることは、はい、あのユーバーレーベンとシャドウディーバに執着する。わかりました。そして最後の最後でもう一踏ん張り、はい、あのどういう買い方をすれば、うんうんうん、その1万5000円か1万6000円ぐらいの利確ができるのかっていうことを考えないといけないね。わかりました。わかるよね、はい、うん、例えば、はい、コントレールとユーバーレーベンにして馬単にしても、うん、例えばコントレール、シャフリアール、ユーバーレーベンで3連複にしても行きませんでした、うん、1万5000円、はいはい、どうしますか？わ、もう最後の最後でね、もうその時はもうコントレール、あーもうあと、うわ3連単ですか？そうですね、そういうことになります。うん、もうほとんど外れる確率が高いんやけど、はいはい、その一応ルールはルールなんで、はい、あもうどの買い方しても無理だなってなったら、うんうんうん、僕は3連複で1000円買えばいけるんじゃないかなとは思うんやけど、はい、それでもダメだとしたら、ダメだとしたら、はい、うん、3連単を1000円、それかコントレール、さっき言ったコントレールというバーレーベン、はい、で1000円買えば1万9000円でしょ、うんうん、だからもし僕だったらコントレールとユーバーレーベンの馬単、うん、シャフリアールとユーバーレーベンの馬単、はいはい、それと三連複、そして三連単というこの4つの買い方があるとすると、はい、と、はい、僕だったら迷わずコントレールとユーバーレーベンの馬単やね、うん、だって確率が高いもん。なるほど。コントレール、シャフリアールの裏表プラス、うん、コントレール、うん、ユーバーレーベンの馬単を一定の計算点、うん、そう1000円、うん、そうするとまあ多分1000円で1万8000円ぐらいつくんちゃう、うん、うんうん、だってそれはシャフリアールとユーバーレーベンの方がオッズは高いやろうけど、うんうん、配当は、はい、いやどう考えてもやっぱりコントレール勝つんじゃないっていうね、はい、だから僕がいつも結局最後で馬券の買い方まで考えた時にこれ最後にするけど、うん、はい、1着を決めてないと、うん、馬券の買い方ができませんよっていうこと、言ってることわかる、はい、だから1着を買わなあかんね、はい、あの1着を決めなあかんね、
今回一着は決めましたか？コントレール、うん、はい、もうコントレールって決めてるんやったら決めてます、はい、ね、最後の買い方にしてはもうその3頭になれば外れる確率は高くなるんやから、はい、馬単で買えないのかとか、もっと言えば馬連で買えないのかとか、残り1000円がね、はい、で、あ、生まれは無理やなとか調べなあかんだよ。はい、調べます、うん、あ、生まったんやなと、はい、あ、もうだったらもう一着は私はもう今回コントレールって決めてるんだから、うんうんうん、もう言われべんよとか、はい、いや、もういろいろ調べたらやっぱりシャドウディーバーよと、うん、だったらもう両方から買えるなと、500円ずつ、500円ずつ、はい、分かる。その時あの欲を出して1000円とか買ったらあかんねんだ、はい、シャドウディーバーだったら500円で買います。そうそう、なんでかって言ったら、あのコントレールがいくら調子がいいからって言って、うん、シャフリアールがこれ強いのに、うん、はい、神戸新聞杯少し一生懸命走らなかったっていう可能性もある、うん、はい、可能性も走れなかった可能性がある。わかるよね、はい、ババが重すぎて、うん、そうするとシャフリアールが一着の可能性もあるわけよ、うんうん、はい、わかる、はい、うん、わかるね。あの、はい、今回はその馬券の買い方、はい、ね、なんか今までその一着にこだわるということ、うん、そして馬券の買い方、うん、やっぱりこの辺をあのトレーニングしていくと、うん、黒字の額は多くなると思うよね、はい、うん、で僕は、はい、コントレールです、はい、うん、コントレールですね、はい、うん、まあ、2着に関しては、うんうん、まあまだよくわからないけど、はい、うん、まあコントレールでしょう、そうですね、ということやね。今まで一回も抜かしたことがない、うん、近づかれると、うん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 、はい、そうやね、はい、あの勝なんていうか勝負どころが強い、はい、やっぱり一回も差し返されたことがない、うん、いうん、まあ4着以下になったことがないんやからね。ないです、ないです。あのめちゃくちゃ強い馬やから、ね、世代的に弱いとされているけれども、うんうん、やっぱりコントレールは三冠馬だけあります。わかるよね、はい、うん、そしたら今回は、まあ、最後のそのね、はい、締めとして、はい、あの家帰ったら、まあ、自分で時間を決めて、はい、シャドウディーバとユーバーレーベン、はい、どっちにするか、はい、そして最終的には買い方、はい、馬券の買い方、うんうん、馬券の買い方でそのあそうか馬連で買うというのと裏表買うっていうのは、うんうん、違うんやなと、わかる、はい、あ違うんだなっていうことは、まあ、これからは常に意識せなあかんね。わかりました、わ、はい、かるよね、はい、うん、まあもちろんそのコントレールが一着に来たら、うん、馬単と馬連はさほど変わらないんやけど、ね、はい、これ逆になった時に馬単っていうのは大きいんで、はい、わかるよね、はい、うん、ではこれで終わりましょう、はい、ありがとうございました。